始まりました、たかしの釣りキャンサップ編です。今日はね、三重県の初めてのポイントからの出港だったんですけれども、まあここは本当にちょっとだけ進むともう水深30メートルに到達して、湾の奥なんですけど水深はあるところでした。ミニボートの人とかはね、ガンガン湾の外外洋の方まで出て行ってるんですけど、さすがにそこまではいけないんで、とりあえず水深30メートル、40メートルぐらいのところを、まあ、ビンビンスイッチで探り始めました。ここは本当に自然豊かな山に囲まれた本当に綺麗な場所です。水深もね、あっという間に40メートルに到達して、でちょっと進むともう50メートルぐらいになってきました。和歌山の海だったら水深50メートル行くためにはかなり沖に出なきゃいけないんですけど、この水深まですぐ出れるって魅力的ですね。でもやっぱりこの水深になってくると 45g ではそこを取れないんで、ビンビンスイッチも 60g に変えてやってました。まあ私のサップの経験なんて浅いんですけど、まあ、このビンビンスイッチっていうのがね、
やっぱり一番相性がいいなと思ってます。ただ水深が深いのは嬉しいんですけど、40メートル、50メートル付近ってなかなか魚影が映らなかったんですよね。まあそれとね、深くなるとね、そんなに起伏がないフラットな海底になってた感じがしました。参ったな、何の反応もない。まってな感じでね、ちょっと一人でぼやいてたんですけど、でもこういう時にね、周りに、まあ、サップじゃなくてもカヤックの人とかいたら本当助かりますよね。めっちゃいいけど今日本当に当たらないな。そうなんですね。あのすり鉢状になってる水深40、50ぐらいあるところ、なんかあるかなと思ったら何にもなくてね。あそこではタイがたまに釣れないですよね。本当にこの岸際っていうか、はいはいはい、20メートルから30ぐらい、5メーターぐらい。こうやってね、海の上で情報交換できるって本当いいですよね。本当でもカヤックやってる人って本当いい人ばっかりですよね。まあアドバイス通り岸際に寄ってちょっと水深の浅いところに来てみると、赤旗ですね。赤旗ですけど釣れました。でも本当赤旗ってルアーの反応が本当にいいですね。多分目の前にあったら本当にすぐ食ってくるんでしょうね。ちょっとサイズは微妙ですがキープします。赤旗って本当固まってますよね。一匹釣れたらポポポッと連チャンします。このビンビンスイッチのスカートは自分で自作したスカートですけど、アピール力があっていいですね。まあ連発しますけど、なかなかねサイズは選べないっていうか、まあ、かなり小さい赤旗も混じってきます。これは小さかったですね。これはリリースしました。この後ちゃんと沈んでいきました。これはまあまあいいサイズですね。赤旗もちょっとサイズが大きくなるとよく引くので面白いです。そこばっかりじゃなくてね、中層にもよく魚影は映ってるんですけど、最後までこれが何なのかっていうのが分からなかったです。まあスピニング使ってみたりジグ交換してみたりしたんですけど、まあこの中層ではね、なかなか当たりはなかったですね。一番深いところではね、水深60メートルぐらいになりましたね。湾の外に近づいてくると、ちょっと外洋からうねりが入ってきてました。まあ湾といってもね、かなり広い湾なので、まあちょっと対岸の方に渡ってみて、今までやってないところを探ってみることにしました。まあ、ここでね、そんなに深くはないんですけど、綺麗な駆け上がりで、魚影がすごい映ってる場所を見つけて、すぐビンビンスイッチを落としました。
でっこでっこ、こいつはでかい。なんやねん、めっちゃ近くで釣れたやんかな。一撃で食ってきたな。めっちゃ近くで釣れたな。遠く行かんでよかったやんか。まあわざわざ遠くまで行って釣れなかったのに、近くでいい獲物が取れたのでブーブー言ってますが、取れてよかったです。さあ今日はここまでです。今日も楽しいサップフィッシングになりました。